はい、どうもこんにちは、流星です。今回ですね、ドローンクリップの、カラーグレーディングの仕方を説明していこうと思います。前回ですね、カラーグレーディングの動画を出したと思うんですけど、そちらとはまた違った、カラーグレーディングの仕方をしているので、こちらも参考にしていただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。はい、では今からカラーグレーディングの説明をしていきたいと思います。まずはじめに濃度ですね、濃度は4つぐらい増やしてあげてください。で、一番最初にいじるところが濃度1じゃなくて濃度2ですね。濃度2のトーンカーブの部分をいじっていきます。まずハイライトの部分、一番上の部分ですね、この線のトーンカーブの一番上の部分と一番下の部分を調節していきます。ここを調節するときに、確認してもらいたいのが、ここのパレード、スコープのパレードですね、パレードをいっぱいこういう風にあるんですけど、このパレードの部分を押してもらって、で、この一番上の赤、緑、青のこの一番上の部分と一番下の部分が拡散線があるところの一番上の線、一番下の線にちょうどぴったし合うぐらいまで、このトーンカーブのこの点と点を調節していきます。一番最初に上からやっていきます。こうすると左に引き寄せていくと、パレードのハイライトの部分が、上の部分ですね、がどんどん上がってくるので、これが一番上の線まで来るまで、はい、上げてあげます。で、ここ青はまだ来てないんですけど、ここの青の部分は後で調節するので、はい。で、下のシャドウの部分ですね、シャドウも一番下のラインがくっつくぐらいまで持っていきます。はい、このぐらいですね。で、次にこう調節した後で、この中のトーンカーブの中を調節していきます。まずハイライト、ここをグッと上に上げてあげて、次にシャドウの部分をグッと引き締めてあげると、はい、映像がしっかり引き締まった感じになります。はい、これでトーンカーブは終了です。で、次にこの濃度1の部分ですね、ここでホワイトバランスを調節していきます。ホワイトバランスを調節するときには、スポイトを、一番明るい部分に持っていってあげて押してあげる。はい、これで大丈夫です。これでホワイトバランスは調節し終えました。次に濃度3ですね、濃度3の部分で、で、このプライマリーカラーホイールをいじっていきます。ここでは微調節なので、そこまで激しく動かすことはしなくて大丈夫です。で、まず原因ですね、ハイライトの部分を少しグッと上げてあげて、で、リフトの部分、シャドウの部分を下げる。はい、で、最後にこのガンマ、中間部分ですね、中間部分を少しだけ上げてあげます。はい、これで完成です。次に濃度4でサイドを上げてあげます。サイドを上げるときに、ここのサチュレーションの部分を上げるんじゃなくて、 RGB ミキサーの赤、緑、青、それぞれグッと上げてあげて、この濃度キーの原因を 0.5 ぐらいまで下げてあげれば OK です。で、また濃度を出してあげます。はい、次に濃度5ですね、濃度5でですね、ラットを入れてあげます。ラットで、自分は最近海外のクリエイターさんのラットを使っていて、海外のクリエイターさんが出してる、Mavic、ドローン用の、ラットを使っていきます。こう矢印を当ててあげると、色調節がどんなものか見えるので、こういう風に一個一個当ててあげて、一番いいものを選んでいきます。自分の好みでここは大丈夫です。今回は Mavic 2ですねを使っていきます。この素材は、DJIAir 2S で撮られたものなんですけど、全然そこは、名前は気にしなくても、自分の好みのラットを使ってもらえば大丈夫です。で、ここでも、濃度キーの原因を少しだけ下げてあげてください。 0.75 ぐらいに今回はしときます。はい、次濃度6ですね、濃度6でこのプライマリーカラーホールのリフトとゲインの部分を、この色調節をしていくんですけど、ここでは自分はリフトを、画面が青みがかるまでリフトを下げてあげて、で、次にガンマを
オレンジ部分に持っていく。ここも自分の調節次第で結構色が変わってくるので、このぐらいにしておきます。でゲインもオレンジに持っていってあげます。はい、これぐらいで大丈夫だと思います。次にノード7ですね。ノード7ではグローを、エフェクトからグローを足してあげて、ここではソフトライトか、だいたい自分はスクリーンかソフトライトを使うんですけど、その映像によって変わってくるので、ここは自分で選びながら調節してあげてください。こういった感じですね。ソフトライトはこんな感じ、スクリーンは、こんな感じになります。今回はスクリーンを選んであげます。でこのカラーフィルターの部分もたまにいじったりするんですけど、オレンジに持っていったり青に持っていってあげたり、今回はオレンジに寄せてあげて、はい、こんな感じで調節して OK です。はい、でここから微調節を、ノード8からですね、微調節をしてあげてください。まず、ハイダイナミックレンジのカラーホイールをいじっていきます。ブラックをブルー、ダークもブルー で最後にシャドウをオレンジに持っていきます。はい、で次はハイライトの部分、明るい部分ですね。ライトをブルーに持っていって、ハイライトをオレンジ寄りに持っていってあげる。で次にノード9で、明るさの調節ですね。シャドウとハイライト、ここの下の部分にシャドウハイライトってあるので、ここで、調節してあげます。はい、こんな感じでいいと思います。最後にこの調節をしてあげた後に、このコントラストの部分が、どうもいまいちしっくりこないなって時は、このノード3で調節したところに持っていってあげて、またいじってあげて調節してあげてください。はい、こんな感じですね。で映像を見ていきます。はい、こんな感じになります。で、色調節してあげたやつはもう全部保存してあげてください。ここのノードをですね、保存できるので、 Mac では2本指で押してあげて保存、あとは Windows であれば右クリックですかね、を押してグラブスチル、ここを押してあげると保存できるので、はい。で次に新しいクリップに移りたいと思います。次もまあ同じですね。ノードをいくつか足してあげて、ノード2で一番上、ハイライトを一番上、シャドウを一番下に持っていってあげて、で S 字カーブを作るように調節してあげて、次にノード1でホワイトバランス、一番明るいところを押して、ノード3でプライマリーカラーホイール、ゲインはハイライト、リフトはシャドウを調節してあげて、中間のガンマを調節してあげるっていう感じですね。でノード4でサイドを調節してあげます。でノード5でこういった風に自分がいいラットを選んで、またノードを足してあげて、ノード6でリフト、ゲイン、ガンマの色調節を、リフトは青よりに、ガンマを今回は結構色を変えていこうと思います。グーッと赤に、赤オレンジに寄せてあげて、ゲインもオレンジ寄りに、はい、持っていきます。でノード7でグローを渡してあげて、ソフトライトかスクリーンか調節してあげて、今回もスクリーンでいきます。で空を柔らかくしてあげます。はい、でノード8で微調節ですね。ここもブラック、ダーク、青でシャドウを若干オレンジに、でハイライトの部分、ライトハイライトの部分をブルー目によってハイライトをオレンジに入って、ノード3でまた戻って、ちょっと明るさが微妙なのでここで調節してあげて、で明るさにちょっと問題があったらまたノードを足してあげて、シャドウハイライトの部分をいじってあげるとまたより変わってくるので、はい、
て流すと、はい、こんな感じになります。で、これも濃度を保存してあげる、グラブスツールで保存してあげる。で、次に違うクリップに行きたいと思います。はい、で、さっき保存したやつを見るときにはこのギャラリーを見てあげて、これとこれをさっき保存してあげたので、これをですね、こう当ててあげることで、こんな感じで当ててあげることで色が入るんですね。もうそのまま調節しなくても。で、今回、まあ、さっき海の部分で使ったこの濃度を保存したやつを使ってあげると結構合いそうなので、これを濃度1に足してあげます。はい、これでちょっと調節していきたいと思います。結構もう出来上がっているんですけど、少し明るさが合ってないので、ここでまた濃度3で明るさを微調節していきます。こんな感じですね。で、色も濃くしてあげたり、ここは自分で好みでやってもらって、だいたいこの濃度3のさっきのコントラストの部分とかサイドの部分とか、あとはラットの次にしたこの色調節ですね、リフト、ゲイン、ガンマ、この色調節の部分をいじってあげると、だいたいもう好きな色に、自分の好みの色に変えられるので、ずらしてあげたりガンマをいじってあげたりすると、もうこれで最初からノード1からこう足していってやるよりも、全然ギャラリーからさっき保存したやつを足してあげる方が全然簡単なので、こっちのやり方もありだと自分は思います。そして最初から再生していきます。はい、こんな感じですね。ドローンクリップはですね、こんな感じでカラーグレーディングをしています。で、まあ、あともうちょっと色を足したいなとか、もうちょっと微調節するときにはまだまだ濃度を足してどんどんやっていくんですけど、今回は簡単な方法をですね、ドローンクリップの簡単な、カラーグレーディングの仕方を説明しました。で、被写体があったり一眼レフとか、シネマカメラだったり、ああいうので撮った動画っていうのはまたドローンのクリップとは違って、もうちょっと人の肌感を変えたりとか、人の肌の色を変えたりだとか、いろんな調節が入ってくるので、またこのドローンのクリップとは違ったカラーグレーディングのやり方にはなるんですけど、今回はですね、このドローンクリップのカラーグレーディングのやり方を真似してもらえればなと思います。もうこれだけですぐに最初に撮った D ログの動画とはもう全然違う色味の、映画の色味に近づいた色になると思うので、はい、ぜひ試してください。今回は以上になります。ありがとうございました。